多くのオンラインクリエイターは複数のプラットフォームでオーディエンスを増やすことを目指していますが、実際にあるプラットフォームのユーザーに別のプラットフォームでもフォローしてもらうにはどうすればよいのでしょうか。その答えはクロスプロモーションと呼ばれるテクニックにあります。こんにちは、ショッピファイのハルトです。今日は SNS でビジネスを促進する3つの方法をご紹介します。一つ目は、複数のプラットフォームで同じ内容を投稿しないようにすることです。同じ内容の投稿ではユーザーが両方のアカウントであなたをフォローする気持ちにはなれません。それは各プラットフォームがそれぞれ独自の価値をオーディエンスに提供すべきだからです。例えるなら、 YouTube に投稿したものと全く同じ動画を別のプラットフォームに載せるといったことです。代わりに YouTube にはメインの動画を投稿し、別のプラットフォームにはその舞台裏を見せる動画を載せた方がユーザーのエンゲージメントをより高めることができます。2つ目は、各 SNS プラットフォーム特有のリンク共有オプションを活用することです。例えば YouTube ではチャンネルバナーと動画の概要欄にリンクを掲載できます。そして Instagram ではプロフィール欄に重要なリンクを掲載できます。またランディングページを活用して重要なリンクをすべて一つのページにまとめるのもいいですね。そうすることで、オーディエンスは他の SNS のプラットフォームでより簡単にあなたのアカウントを見つけフォローすることができるようになります。最後、3つ目は、自分の作品を様々な SNS プラットフォームに掲載する場合は、それぞれのプラットフォーム特有のフォーマットを使うことです。 YouTube 動画を Instagram で紹介するなら、元の動画から短いクリップ動画を作成し、インスタグラム用に正しいアスペクト比に編集しましょう。以上をまとめると、プラットフォームごとに独自のコンテンツを投稿する。各プラットフォームのリンク共有オプションを活用する。各プラットフォーム固有フォーマットを取り入れるということになります。この3つの方法を取り入れることで、複数の SNS プラットフォームをまたいでブランドをより一層強化させ、ビジネスの拡大へとつなげることができます。ご視聴いただきありがとうございました。